皆さん、こんにちは。ラーメンも好きですけど、パリ五輪女子柔道で見事金メダルを獲得した角田夏実選手、実は悩み続けていたという過酷な減量の果てに偉業を成し遂げました。今回は帰国後の角田夏実さんの近況と、パリ五輪金メダル獲得の裏にあった階級変更の大決断の経緯について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリ五輪女子48キロ級金メダリスト角田夏実選手が2024年8月27日フジテレビ系ポカポカに生出演しました。メイクアップアーティストでタレント IKKO さん62歳に決め台詞として巴投げと言ってもらいたいと強い要望を出した場面がありました。お笑いコンビのブラックマヨネーズ小杉隆一さん51歳から IKKO さんのギャグの時、待ってしまうっぽいとの質問を出し、背負い投げの時に来るか巴投げみたいにと解説しました。 MC ハライチの澤部優さん38歳からも、今回巴投げ出るんじゃないかってと改めて角田夏実さんに質問しました。しかし角田夏実さんは終始ニコニコ笑いながら×の札を上げました。しかしそうしながらも、まだと話して爆笑し、確かに言ってほしいですね、今度は巴投げに変えてもらえないかなって、3回に1回ぐらい巴投げと今後の IKKO さんのネタ化に期待を寄せていました。澤部優さんは、今度 IKKO に会ったら言っておきますと話し、小杉隆一さんも、今度誰かが会ったら伝えておきますと約束しました。澤部優さんは、喜んでやりますよと話すと、角田夏実さんは本当ですかと期待するような笑顔を見せていました。澤部優さんは、あのゲーム枯渇してきたからフレーズが足りなくなってきてるんじゃないとノリノリの様子でした。角田夏実さんもぜひと喜んでいたのが印象的です。澤部優さんは、それぐらいあるんですもんね、巴投げに思いがねと話すと、角田夏実さんが巴をバズらせたかったんですけれども、残念ながらこっちばっかりとつぶやくように、こめかみのシールを指さしていました。また番組内でご自身の最年長という表現に言及しました。角田夏実さんは日本柔道女子史上最年長となる31歳11ヶ月で金メダルを獲得しています。このことについて、そんなに最年長を強調しなくてもと思っているぽいと質問が寄せられました。この質問に照れ笑いしながら丸の札を上げ、すごい言われますね、毎回言われます、最年長でってと多くの場で言われるとし、柔道の子たち皆、若い子だと25、26歳で、その中で一人だけ30代って強調されるのでと本音を漏らしました。ただ最年長という表現をやめてほしいと言ったことはないと言い、一応東京五輪目指していて諦めようと思ったけど、諦めなくてよかったっていうのを多分皆に伝えてくれているんだなって思っています。どの年齢になっても目指せるってことをと、52キロから階級を48キロに変更し、厳しい減量を乗り越えて諦めずにパリ五輪での金メダルにつながったことを暗に伝えてくれていると前向きに受け止めていると話していました。それでも MC の澤部優さんは、テレビマンはそこまで考えてない可能性がありますけどねとツッコミを入れて笑っていました。ところでパリ五輪でもクローズアップされたのですが、階級のある競技の選手が対戦相手の前に向き合わなければならない要素が減量です。減量をさほど気にしないで済む階級にいれば減量作業自体は楽なのですが、普段の体格から減量して出てくる選手に対し不利となります。そのため選手は体重を落とせるか落とせないかギリギリのラインで自身の階級を定めているのです。そのため過去には十数キロもの大きな減量をして大会に出る選手も稀ではなく、オリンピックに限らず減量しきれずに失格になったケースも出てきます。柔道女子48キログラム級で金メダルに輝いた角田夏実選手も、減量と向き合ってきた一人として今回クローズアップされました。もともとは52キログラム級の選手であったこと、27歳だった2019年秋に階級を一つ下げる決断をしたことはすでに知られているでしょう。しかしその裏には厳しい減量との戦いがありました。長年取り組んできた階級から変えること、
しかも上げるのではなく下げるのが簡単でないことは誰でも想像がつきます。角田夏実さんの場合も試行錯誤して48キログラム級を主戦場としてきました。そもそも48キログラム級はかなり前に一度は視野に入れていたといいます。52キログラム級だと減量がそんなにきつくなかったので、社会人になる時に48キログラム級にしたいと思っていました。ただ膝の手術をして体が大きくなったので52キログラム級で試合に出ていましたと経緯を述べています。階級変更を決めたのですが、角田夏実さんは48キログラム級、52キログラム級を問わず、女子の軽量級では身長が高い部類に入ります。しかも、身長は伸び続けていたといいます。2023年夏の時点で、こう話していました。今は162センチメートルくらいあります。なんだか、毎年2、3ミリずつ伸びています。最初は誤差かなと思ったんですけど、毎年そうなので、笑。162センチメートルで48キログラム以内に収めるのは一般の人ならともかく、体を鍛え上げたアスリートにとって楽なわけがありませんでした。普段練習している時期は54キログラムくらい、オフの時はもっとあります。減量はめちゃめちゃきついです。なんでこんなきついことをしているんだろうと思うんですけど、と語っていたほどでした。初めて48キログラム級で出場したのは2019年9月の全日本実業個人選手権だといいます。その時はビビって1ヶ月半ぐらい前から落としました。減量自体はクリアできたけれど、そうなると筋肉の量もかなり落ちちゃうんですね。しかも大会の後も1ヶ月くらい体重が戻らなくて50キログラムちょっとぐらいになっていました。体力面でも自分が軽い感じでふわふわ浮いている感じがありましたと話します。本格的に転向を決めて最初の大会、2019年11月の講道館杯ではペース配分を変えたそうです。52キログラムくらいにしておいて大会前の10日ぐらいで無理やり落としました。その後の大会ではいろいろ試してやっと今の形でできてきたなと思いますと述べていました。具体的には次の通りです。だいたい3週間ぐらいで落としていきます。運動量も結構増えますね。特に有酸素運動を増やしていきます。やり方は勉強してというよりやっていく中で掴んでいった感じです。食事も落としていったり、食べ物をちょっとヘルシーなものに変えていきます。工夫している点を挙げれば、例えば塩分量を減らしたり濃い味のものを減らしたりすることでしょうか。あとはトマトとかバナナといったカリウムが多いものを摂ると汗が出たり塩分が出てくれます。大会の1週間前くらいには50キログラムほどにしておいて、そこからあと2キログラムは2日くらい水抜きで落とします。水抜きというのは運動してカロリーを消費するとか水を飲まないというよりもお風呂で水を出すようなものです。1キログラム減らして500グラム飲んで寝て、朝起きて500グラム減っていたら朝ごはんを食べてと水分調節でやっています。私の減量方法はあんまり良くはない、最後の水抜きなんかは特に良くないと思うんですけどと話しています。ただ食事をコントロールすることで願望も出てくるのだと言います。甘いものとかはもともとそんなに食べなくてたまにぐらいだったんですけど、減量のために我慢しだすとかえって食べたくなります。ラーメンもめちゃめちゃ好きなんですけど1ヶ月前ぐらいからやめますと過酷な食生活を語りました。そして慣れてきたとはいえきついことに変わりはありません。それは一連の話の中でめちゃめちゃきついと何度も言葉にしたことに表れています。やっぱり減量はめちゃめちゃきついですね。大会が近づくとまた減量が始まるなと思いますと述べ、精神面のストレスも大きいからそこでも工夫を凝らすのだそうです。ずっと好きなものを我慢して減らしていると停滞してしまうので、月曜から金曜まで頑張ったら土曜日の夜に好きなものを食べて気持ちと体をちょっと一回休ませてまた月曜日から頑張るようにしています。それがあるから乗り越えられるかなと自分へのご褒美も忘れません。ちなみに試合前の計量後は栄養補給に努め、試合と試合の合間も取るのだそうです。いかがだったでしょうか。今回は角田夏実さんの金メダル獲得の話題とその裏で行われていた過酷な毎日の詳細を見てきました。階級を一つ下げる、
と文字では簡単に見えても、そこには大変な労力が割かれていることが分かりました。2021年から2023年にかけ世界選手権3連覇、パリ五輪金メダルという栄光は、減量と真剣に格闘してきた過程とともにあるのです。この精神的な修行も、偉業を成し遂げるためには必要なのだということを応援する我々も知っておくべきでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。